の皆様の熱い応援をいただき、勇気100倍、安倍自公連立政権の象徴であるこの東京12区で安倍暴走政治にさよならを、文字通り一騎打ちとなって戦います。市民と野党の共同候補、池内沙織、ただいまご紹介いただきました日本共産党東京12区予定候補、池内沙織35歳です。私は今日改めて市民の持つ力、この2年間皆さんと共に重ねてきた日々を思い起こしてきました。次の選挙、市民と野党の力で必ず小選挙区から勝ち上がる。どうか皆様、大きなご支援を心からお願いを申し上げます。安倍政権を終わらせる本当に大きなチャンスが訪れました。安倍首相は所信表明演説さえ行わず衆議院を解散、異常なまでの国会軽視、国民軽視、盛りかけ疑惑に蓋をして逃げ切ることができるなどと思っているなら大間違いだと、皆さん厳しい審判を下しましょう。中日からの勝利、比例への大躍進、どうか立ち上がらせてください。重ねて心からお願いを申し上げます。安倍政権が強行してきた悪法は本当にたくさんあります。2013年国民の目、耳、口を塞ぐ秘密保護法の強行、そして2015年憲法9条の下で集団的自衛権は行使できない、この積み上げられてきた政府見解を180度転換して安保法制戦争法が強行されました。そして今年の6月、共謀罪、沖縄基地建設を強行し原発再稼働へ暴走する、その上暮らし破壊の年金カット法に介護保険からの養子縁外し、果てはカジノの解禁まで。自民公明のこの安倍政権が壊してきたのはこの国の民主主義であり憲法であり私たちの未来そのもの。私は送り出していただいた国会で悪法が強行されるその度に怒りを心に燃やしてきました。そして地元の皆さんの声をまっすぐに国政に届け共に戦ってきました。特定整備路線という戦後直後の混乱に乗じて作られた道路計画、十条の商店街、太田道館ゆかりの上昇寺、こうした町の歴史を根本から壊してしまう70年も前のこの計画、突然言い出して問答無用で住民を追い出そうとしている。国交大臣に皆さんの声をぶつけてこの道路計画の中止を求めてきました。重層長屋の建設をストップさせる論戦、また UR の公団住宅の皆さんの高すぎる家賃の問題、地元の皆さんの運動にどれほど支えられてきたか私は分かりません。また国会で初めて LGBT と総称される性的マイノリティのそうした方々の人権を取り上げ国政の課題に押し上げてきました。さらにヘイトスピーチの根絶、魂の殺人と言われる深刻な性暴力被害、この根絶へ論戦を重ねてまいりました。誰もが尊厳を持って生きられる社会へ、政治に正義と信頼を取り戻したい、私はこの思いで国会での論戦に挑んできました。国会質問はまさに主権者国民の皆さんに信託された安倍政権と戦うための大事な時間、最後の1秒まで私は無駄にしないよう、託していただいた皆さんの願いを言葉に乗せて政府に突きつけてきました。誰もがたった一度の人生をかけがえのない今を生きている、この事実に安倍政権はあまりにも無関心です。そうだ、安倍首相に言いたい、あなたが
お友達優遇に明け暮れているその間に、暮らしの痛みは限界点を超えています。アベノミクスの大失敗はすでに明らか。約5年間消費は冷え込んだまま、働く皆さんの賃金、実質賃金は一向に上がらない。非正規雇用の蔓延、過労死、いじめ自殺、パワハラセクハラ、若者を追い詰めている世界史社会学費、そしてお年寄りには医療も介護も切り縮め、減らされ続けている年金、政治の貧しさが人々の人生の歪みとなって今襲いかかっています。その一方でアベノミクスで大儲けをした人たちも確かに存在しています。安倍政権発足以降、富裕層上位40人の方々の金融資産はなんと2倍に膨れ上がり、大企業の内部留保も400兆円も超えました。一体誰のための政治なのか、この後に及んでまだ消費税増税 10% などと安倍政権は言ってる、もう絶対に許してはならない道です。この解散の口実に安倍首相は突然言いました。消費税 10% 増税分の一部を教育と子育てに回すなどと。教育や子育て、これは国民多数の切実な願いです。この願いを人質に消費税 10% への大増税などと、とんでもない。私はこの政権だけはどこまでも救いようのない政権だと言わなければなりません。2014年4月に消費税が 8% に増税されて、暮らしに何がもたらされたでしょうか。増税分は全て社会保障に回します、あの時政府はそう言ってたけど、まさにこれは本当に嘘だったということ、明らかになったんじゃないでしょうか。大企業減税と富裕層優遇、そのための穴埋めに全部消えてしまったではありませんか。経済に皆さんご一緒に民主主義を取り戻しましょう。富裕層と大企業に応分の負担を求めて、この税制改革をもうそろそろ実現しようじゃありませんか。無駄をなくし、社会保障の充実、格差と貧困の是正につながる税金の使い方に変えていきましょう。8時間働けば普通に暮らせる、この労働の改革を皆さんご一緒に実現させましょう。税金の集め方、使い方、そして働き方の改革で、 1% の富裕層優遇から 99% の皆さんの暮らしを大事にする社会へ。財界献金を受け取らない日本共産党と私池内沙織、何としても勝ち上がり、みんなの社会、私たちの手に取り戻す、そのために戦い抜く決意です。どうぞ大きなご支援を。そして憲法の改悪、断じて許されません。9条に自衛隊を書き込む、安倍首相はこのように宣言しました。そして自民党をはじめ、日本維新の会も希望の党も憲法改定を公約に掲げました。9条改定が今度の選挙の大争点になることは明らかになってきました。書き込むだけだからいいでしょう。現状何も変わりません。安倍首相はこのように言いますが、本当でしょうか。何も変わらないのであれば書き込まなければいいんじゃないでしょうか。安倍首相は決して真実を国民に語りません。9条を骨抜きに日本を再び戦争する国へ作り変えること、これこそ安倍政権の本当の狙い。何よりも安倍首相に憲法を変える資格なんてありません。安保法制、戦争法、共謀罪など、もう数々の憲法違反を行って、次から次へと強行し、野党が憲法に基づいて要求した臨時国会の召集だって握りつぶしてきたではありませんか。憲法を守りもしない政権がそれを変える、本当に厚かましい政権だと。戦争の犠牲の上に掲げられ、戦後戦争によって殺し殺されることのない日本を築いてきた憲法9条は日本の宝、そして世界の宝です。
私たちの命の重み、安倍政権に突きつけて、戦争への野望をここ東京中肉から根こそぎにしていきましょう。よろしくお願いします。そして北朝鮮のことも一言言いたいと思います。国際社会の一致した意思に反して核実験、そして弾道ミサイルの発射、これを数々行っていることは言語道断です。同時にこの紛争を決して戦争にしてはならない。偶発的な軍事衝突が起これば戦争になってしまう今、危険がある。今必要なのは経済制裁の強化と一体に対話による平和解決、この道です。アメリカと北朝鮮の直接対話に踏み出すことこそ今世界の国々は求めている。ドイツのメルケルさんも、フランスのマクロンさんも、韓国のムンジェインさんも、世界中の首脳は冷静、みんな対話の努力を求めてます。ところが我が国日本国総理大臣安倍晋三さん、対話は無意味などと異常な姿勢を取り続け、さらにアメリカによる軍事行使を容認さえしている状況があります。こうした安倍政権の態度こそ日本を戦争の危険にさらすもの、直ちに改めるべきです。破壊をもたらす戦争、何よりも引き起こしてはなりません。そうだ、憲法9条を持つ日本のこの平和の外交努力をこそ世界を牽引し広げる政治をご一緒に切り開いていきましょう。この点でもどうかご支援をよろしくお願いいたします。最後に、私は今度の選挙戦、何としても日本共産党の丸ごとの姿を多くの方々にお届けしたいと決意しています。日本共産党が伸びれば必ず政治が変わる。雨の日も風の日も国会前で全国でみんなと共に声を上げてきました。市民の戦いの中で生まれた希望、それが市民と野党の共闘です。広げてきたこの政策合意、重ねてきた信頼関係、この蓄積は一部政治家の談合や政党の離合集散などで消し去ることなどできません。日本共産党は市民と野党の共闘で日本の政治を切り開く、この立場を誠実に求め続けてまいります。今野党共闘の大義を掲げる新しい流れが生まれつつあること、私は心から歓迎し、共闘の発展のために全力を尽くしていきたい、このように決意しています。希望の党は安保法制も認めるという9条を含めて憲法の改正に推進するという立場、いろいろごちゃ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 揉めてますけど、唯一一致しているのはこの政治的主張です。希望の党の小池さん、民進党の議員を全員受け入れることはさらさらないと、このように言いました。露骨な選別、まさに自ら何者であるかを、その正体を国民に明らかにした発言ではないでしょうか。自民党と変わらない、希望の安売りは許さない、熱気の希望に安倍政権を変える足場なし。この点でも私は新党のブームなんかに負けないで、日本共産党、党を作って95年のこの姿を訴え抜いて戦う決意です。私の話になりますが、私は日本共産党に出会って人生が変わりました。大学4年生の時でした。それまでの世界は私にとってまさに競争と選別、友達のことさえ本音では信頼できない状況、将来への漠然とした不安、そうした思いに駆られて焦りながら生きていました。この世界を、この私の世界を無味乾燥な退屈なものに留めておいたものは、それは政治が生み出した歪みに原因があるということを私は気づくことができました。何よりも人を蹴落として生きていかなくていい、どの一人も排除せずにお互いの成長を喜び合い、傷つけ合って生きていかなくていい、私は私の心のままで生きる道を示してくれた、それが日本共産党でした。大学4年生の時に私が新たな発見をした日本共産党けれども、私が社会に自覚的に向き合うようになるはるか以前から
この日本共産党はこの国に存在し、向かい風の暴風雨の中でも自主独立の旗を掲げて真実の道を揺るがずに切り開いている、そういう人間集団でした。主権在民、反戦兵は全国各地で地域に根を張って住民の声を力に、何よりも大事に歴史を重ねてきた政党。私たちのこの信念は誰にも奪うことなどできないし、政党の離合集散、市民との合意をたった一夜にして投げ捨ててしまった、そういう政党もある中で、今こそ日本共産党を選んでほしいと私は心から訴えます。途中で投げ捨てる、そんな軽はずみな人生を私は選んだ覚えはありません。私は小林多喜二の人生を知って日本共産党に入りました。憲法の光が届かない真っ暗闇の時代に、日本共産党の先輩たちは今日よりも豊かに生きることのできる明日を求めて戦い続けました。人間らしく生きることを奪う、どんな弾圧にも屈しないで戦ってきた。私はこの歴史こそ多くの市民に届けたい。憲法9条は何よりも自由と平和、民主主義を求めて不断の努力に身を投じてきた多くの人々の願いの塊です。この憲法、たかだか安倍政権なんかに壊されるわけにはいきません。誰の命も奪わせない、私たちの命の重み、多様性が輝く新しい政治を、ここ東京12区自公連立の象徴の選挙区から私、市民と野党の皆さんと必ずや勝ち上がり、公明党には負けません。立ち上がらせてください。心からお願い申し上げまして、どうぞ私も応援させていただきます。本当に頑張りましょう。ありがとうございます。